きすぎるかも。早起き偉すぎて泣けてきたよね。サムハートありがとう。マリオンプファニーさんお疲れありがとう。ミキちゃんハートありがとう。熊高さんにやかいありがとう。この里の日いつかな。眠たい。みきやくんチェリーさんマニアありがとう。おはよう。コカツさんありがとう。鈴木でかずさんありがとう。チェリーさんありがとう。しらすさんありがとう。おひさまじさん、すごい。ハートありがとう。渋谷駅広告どうでしょう。見てみました。あきゅうさん回復薬ありがとう。くにちゃん本当ありがとう。みきやくんありがとう。ジェリーさんありがとう。ひろぴーさんハートありがとう。優しい。セブンさんありがとう。勇気ありがとう。そう、わかりやすかった。ねえねえ、昨日家に帰ってきて、配信を0時までギリギリまでしたじゃないですか。ひいさん、みきやくん、パオくんありがとう。したらその後私は洗濯物をしました。パウ君ありがとう。
こうきちさん、かわいい、ありがとう。優しい、偉すぎ、嬉しい、マジで、マジ偉すぎ、オリンピック優勝嬉しい、とんでもなく偉いでしょ、偉すぎて泣けてきたでしょ、偉いんだ偉い、そう、にとき良き、確かに渋谷、ケンちゃん、江戸っ子のカズちゃん、ありがとう。結構遠目にカメラ構えてたら通らない気がするな。偉いの、今日の早起きの偉さがさらに増す。やったね。やっぱりできるときに洗濯物をしとかないとだからね。ムービングさん、本当ありがとう。タラタタ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 、鈴木秀和さん、ありがとう。てか昨日なんかすっごい大きいレインボースターみたいなのあったの、あった気がする。タラタタタタタラタタタタタラタタ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 、ショートさん、ロムさん、ハートありがとう。レインボースター両星群なの、すごい。ノンストップ止められない、頑張ろうね。ラムさん、ムービングさん、ありがとうね。あー、605日だ。ショートさん、ラムさん、ミキヤくん、ケンちゃん、浴衣いっぱい来た。あーすごい、トトラありがとう。これだよこれ、なんかこれをたくさん投げてる人がいて、これがたくさん来たら画面が真っ白になるんですよ。
しました、いっぱいありがとう、おっきいの見せてくれて、キャーさんハートありがとう、浴衣も可愛くしてるから、キャーさん、ケンちゃん、センプールさんありがとう。来てるよ、リナ・ラフィーさんありがとう、ミキヤ君ありがとう、センプールさん、ケンちゃん、今日さ、みんなとゆっくり話せる時間あんのかな、ゲームしてばっかりじゃ嫌だ、しっかり話したい、今週なんかゲームでもいいんだけどさ、ゲームも楽しいけど、けどさゆっくり話したいかも、ゆっくり話しそうね、ゲームしなくてもいいから、それいろいろ想像つかん、私も毎回ゲームせなさいかんの、なんかあるよね、新規さんは、いやいや、そんなのはいいけど、なんかもっと私みんなとゆっくり話したい、私は今ね、目覚め夜系ね、ケンちゃんハートありがとう、朝起きてちょっと目覚めつつあるけね、ゲームなしでって言ったらお話だけでもいいんじゃないかな、そうしよう、山丸さんありがとう、ハイビスカス、いろんなこと話したいし聞いてほしい愚痴え、リコチ今なんて言った、愚痴です、ちょっと愚痴聞いてください、酒屋さんありがとう、やばい、なんか気力を取り戻してきたからブラックなこと言ってる、怖いこと言ってる、私サムファイトありがとう、山口、うあいちゃんありがとう、そう聞いてほしいんよ、
ブ。これやばい、画面白くなるやからね。うまひとじさん、みつさん、ハートありがとう。みんなもなんかな、ありがとう。クッチでもシャネルでもなんでもいく、優しい。ヘイキちゃんありがとう。ただね、聞いてほしい。コンコンマイクありがとう。ミキヤくんありがとう。ポスト。キョンシーさん、鈴木秀和さん、成田の真珠。え、あ、お誕生日、成田の真珠お誕生日おめでとういい日だ。カンカン、ケンちゃん、栄さんありがとう。ちゃんと結婚してよ、あの大事な時にねだけに投げるとはこのためなんですよね。さすがさすが、おめでたい。フリワルお若さん、ハートありがとう。おめでたいよ、おめでたい。いや、やっぱり急に話変わるけど、やっぱり洗濯物を昨日の夜できたことは大事。みおさん、けんちゃんありがとう。ヨロピク、オラムさん、カツリンさんありがとう。遠か、遠い、車で、どうぞ。オラムさんありがとう。洗濯やれたよ。
にはすごいもう落ち込んでて、そしたらゆきさんがね家に来てくれた。みおさんありがとう。んぷさかえさんたこありがとう。ゆきさんがお家に来てくれて、一緒に寝る準備してくれた。なんかさ落ち込んでる時とかってさ、なんか寝る準備すらさできなくなるくない？なんかやけどゆきさんがさ来てくれて、一緒に寝る準備してくれて、ちゃんと定時にね寝れたよ。日向坂さんありがとう。定時って言ってもまあいつもよりは早く寝れた。ヒーさんありがとう。あと落ち込みながら過ごす時間がなかったからよかった。まさのりさんありがとう。ボンビーさん400回来てくれてありがとう。カツリンさんレインボースターありがとう。キヤ君ありがとう。デウスさん200回ありがとう。優しいよね。感謝してるの。ありがとう。そう昨日の夜の、その新幹線の中でこういうことがあってみたいな感じに話してて、キさんにでも落ち込んでる様子だったんですよね私は。そんなに落ち込んでるならお家行ってあげようかみたいな、一緒に過ごしてあげるよって。で最初は一緒に寝てくれる予定だったんですよ。でもさすがに私が1時間目からで、でリカさんが3時間目からなのかな。でさすがに時差があって一緒に寝てても私は早く起きんといけんけ、寝るまでは一緒にいようっていう判断になって一緒に寝る直前まで一緒にいました。でもうゆきさんとはもうほんとゆきさんとバイバイした後はもう家の鍵を閉めてもうお布団に入って寝るだけっていう状態で、私はね健やかに健やかなる睡眠を手に入れたわけですよ。感謝感謝、いい関係だね。だよね。だから洗濯もゆきさんが見守ってくれてるからできた。カーフィーさんありがとう。酒井さんありがとう。ありがたいわ。それではいろいろと準備するしかにゃいな。
ピーさんありがとう。素敵な関係。今日もみんなから元気もらう。ミキアくんありがとう。でしょ？落ち込んだら今は何にもできないと思っちゃうね。動けなくなっちゃうからね。見てくれてよかった。スカヤさん、カーフィーさんありがとう。準備していきますか。私って頑張って生きてる。みんなこのスタンスでいこう。私って頑張って生きてる。うん。ミキア君ありがとう。ジャックさんありがとう。バリーさん、マイクありがとう。カラスさん、トトラー、バリーさん、ミキちゃん、ミキヤくんありがとう。リカリコいい関係でしょ。一緒にお風呂に入った。私お風呂で病みがちな、あ、間違えた、落ち込みがち。言葉訂正。お風呂で落ち込みも特に入れないし出られなくなるから、一緒に入ってくれてありがたかった。サム、トントイありがとう。マニファイトありがとう。マッピーさん、マイクハートありがとう。そう、長風呂してしまうんですよ。し入るまでもだらだら1時間とか2時間とかかかっちゃう。それゆきさんのおかげでスムーズに。そう、言わない。成田の新茶ありがとう、ありがとう。昨日の髪型、私も好き。お風呂って閉鎖的だし、一人。そうなんよ。しかも私のお風呂ってなんせ電気がつかんけ、ま、暗いけね。そんな 薄暗いぐらいで落ち着くけど、あかーんやろ。まことさんありがとう。やばい、時間的に焦ってきました。うん、温泉でも行きたいな。確かに。
昨日の、間違えた、去年の夏さ、斉藤飛鳥さんの誕生日の配信見れたんだけどさ、その時斉藤飛鳥さんが夏は T シャツで過ごすって言ってて、誕生日の配信も確か T シャツで、すごいそれが可愛くて感銘を受けたんですよね。そのスタイルに、だから私なりに T シャツで過ごしてたんですけど、今年の夏はどこか背伸びしてなんかおしゃれしたいって気分だったけど、飛鳥さんは変わらず T シャツで過ごされていて、なんて素敵なんだって思って、私はこの夏 T シャツで過ごそうって決心しました。たくまさん音符ありがとう急な推し、やっぱ推し面から影響されますよね。まことさんありがとう、たくまさんありがとう。じゃあちょっと行ってきます。ドライヤーまでしたい。シャン、朝シャンドライヤーです。推し面インフルエンサー、そうなんよ。塚谷さん花束ありがとう。お、これから T シャツ、そうおしゃれに見えるのすごくない？黒いグレーっぽい T シャツ着てたな。よく汗かいて変な感じならん。私はなる。わかる、食べ物の影響、赤髪は受ける、めっちゃ影響されちゃうやん。みんなも T シャツになるね、ここにいるもん。私推しの方はちょっと朝シャン軽く朝シャンしてきます。今びっくりされちゃう。あー、お腹空いてる、いいことだ。どれだけ落ち込んだりしてもお腹は空くものなのだ。
ってことをここで証明、なんか牡蠣でも見せとこうかな。ちょっとドライヤーします。今からわー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 、絶対いるって、わこれ証明になったはず。これはあかんあかん、証明になったよね今ので。もうそろそろ、はあ、守ってくれていたんだね。ほらサラサラになった髪の毛が、てかゆきさんのさドライヤーめっちゃ早いけ、うらやましかった。ただいまゆき、すぐにできないけど、ちょっとあなたセーフです、ありがとうみきやくんハート、ありがとう。はーい、うっぽさんミラもありがとう。ゆくゆくはシャワー浴びてくるから待ってて言うかも。トトラー、フリマロバカさん、イサオチ、浴衣祭り、坂山さん、バリーさん、イサオチかわいい、お疲れありがとう。カノンさんありがとう。ミキヤくん、イサオチ、鈴木秀香さん、フリマルバカさん、トトラ、ありがとう、優しい。そうだよね、ここにいるもん本人がね。キアさん、ミキちゃん、トトラ、ウッポさん、ミラボー、トトラ、ミキちゃん、書き確認 OK でした。トトラ、キアさん、カラスさん、ウッポさん、ミラボル、トトラ、フリマルバカさん、シラスさん、カラスさん、マコグマさん、ミキちゃん、カンコ、カラスさん、バリーさん、ウッポさん、ミラボール、ありがとう。ミキヤくん、ハート、カンコ、
お疲れさん、ありがとうだ、めっちゃありがとうだ、守ってくれて。けんちゃん、会いに行きます。さん、ベジックスメシさん、けんちゃん、ヒロさん、ありがとう。コバさん、ミキヤくん、今日はね、しかも持っていくものもあります、いっぱい。けんちゃん、おーすごい、渋谷へずっといたんだ、名残惜しいよね、ありがとう。最時間いっぱいまで見てくれて、ようくん、けんちゃん、ありがとう。まさか私が渋谷にいろんな方に見てもらえた。おやっきーさん、スカエさん、最終日もいい、嬉しい。リサオチ、ミキヤくん、コバさん、ラストワンさん、ありがとう。鈴木ゆりかさん、ヨウくん、ケンちゃん、ありがとう。よし、配信始めてちょうど1時間になる前に着替えるのじゃ。今日持ってくるものを発表します。タオルとかだった気がする。タオル2個、リコチタオル2個って言ってね。ケンちゃん、コバさん、イサオチ、回復薬ありがとう。洗濯しててよかった。タオル2個なんてうちにはないよ。本当に本当の本当にないよ。回復薬ありがとう。てかさっき鏡で自分の顔見て、あ、クマやばいってなった。くまちゃんです。またね。何今のって、なんかあげた、うん、気がいいでも君と並んでもいいかな。あ、あ、可愛い T シャツ着たい。いいかな。
レンジ着てるじゃん。あ、なんか漏れなく私も映ったみたいな。じゃん。めっちゃ肩上げる T シャツ。やっぱりこれだ。コバさん、トトラ、え、なんかズボン、ズボンもうなんか短パンでいい気がしてきた。バリーさん、トトラ、コバさん、優しい、ミキちゃん、コバさん、酒井さん、高幸さん、コバさん、トリガーさん、ウポさん、ミラボ、トトラ、もう母だよ、姫、ミキヤくん、コバさん、トトラ、鈴木秀和さん、やっぱ一人でいたら考え事しちゃう。ウポさん、ミラボ、キハさん、コバさん、トトラ、鈴木秀和さん、コバさん、あ、タオル送りましょうか。めっちゃありがたいです。そんなコバさん、ありがとう。タオルは欲しいになっちゃうんだよね。リコチ、タオル2個ありがとう。よし、じゃああれする。あ、別にもうテロップは気にしてないです。ケンちゃん、ありがとう。もう命とテロップどっちが大事かって言ったら命の方なので。 T シャツ暮らし、よし。それを返したくて悩んで、直接会うのか、やば。こんなもんでしょ。緑のポーチが見当たらない。あった、あった。よし、これで出れる。今日ミニマルカバンで行くぜ。
しオッケー。コバさん、あータオル2枚、やばい。ケンちゃん、トトラ、シラスさん、バリーさん、やばい、タオル2枚。え、ちょっと待って、タオル2枚もう一回言ってね。フリマロバカさん、トトラ、バリーさん、鈴木秀和さん、パウク、コバさん、トトラ、マニョ、ミラボ、いや優しい、みんな本当に。バリーさん、ミラボって言うね、ありがとう。トトラ、鈴木秀和さん、バリーさん、ミラボ、フリマロバカさん、高幸さん、トトラ、ウッポさん、バリーさん、ミキヤくん、トトラ、コバさん、オールサージンさん、トトラ、フリマロバカさん、ありがとう。やばい、タオル2枚って言ってくれた人マジで天才、マジで天才。すぐ言ってることを忘れちゃうからね。カバンこっちにしようかな。やばい、もう家出なきゃ。急遽路線変更。お守りも持ったし。こっちの方がなんかカバンにピクニックって書かれてるんですよ。だからなんかいいかなって。よし、高市さん、タオル2枚いった。くにちゃん、トトラ、みさきちゃん、ありがとう。 Thank you。タオル2個持っていこう。ほんとじゃ、歪んでる。ミキヤくん、ありがとう。カバン職人できた。ピクニック、ピクニックカバンで行く今日は。じゃあもう行かなきゃ。ありがとう、今日はありがとう。ミキヤくん、ありがとう。ハート、ありがとう。配信、じゃあみんなまたね。またひひさん、ちいじん、ありがとう。39位から読み上げます。みんなありがとう、行ってきます。39、くにちゃん、さつともさん、みおさん、夏みかんさん、ラストワンさん、渡辺さん、あー変わっちゃった、長っぺさん、馬ひとすじさん、みおさん、ラストワンさん、くにちゃん、高市さん、渡辺さん、ぼやっきーさん、まりゅう、けんちゃん、成田のしんち、トリガーさん、ベジックスめしさん、みきちゃん、わきゅうさん、たかゆきさん、キャーさん、カラスさん、フリマルおバカさん、サム、ムービングさん、ヤママルさん、パウク、ロムさん、シラスさん、食パンダさん、ファニーさん、ウラベさん、ヒーヒーさん、サカエさん、ヒロピーさん、カツリン、鈴木秀和さん、そして本日の秋元先生枠は伊佐内先生です。ありがとうございます。マニュチ、コンコン、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ、第3位トトラーでした。トトラー、ありがとう。第2位バリーさんでした。バリーさん、ありがとう。そして第1位はウポさんでした。ウポさん、ありがとう。そして今日は離席を見守ってくれたりしてくれて本当にありがとう。みんな、バリーさん、ありがとう。とお疲れ、ありがとう。やばい、サバンナ、ヤギさんの配信が始まった。ヒヒさん、ジンシー、ありがとう。トトラ、ありがとう、ありがとう。ファイトもありがとう。メロンパンさん、トトラ、回復薬もありがとう。やばい、このタイミング。じゃあ皆さん今日も皆さん健やかにいきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おー、健やかに。また帰ってきたら配信するのでよろしくお願いします。じゃあね、配信見てくれてありがとう。行ってきます、元気に。元気に行ってくるでやんす。じゃあまたです。気をつけて行ってきます。じゃあね。